やはり頬に毛が覆いかぶさっていると影ができてしまうので、お顔の印象が暗く見えがちです。どうしてもハーフアップをすると横がキュッとタイトに仕上がるので、皆さんも苦戦すると思うんですが、この横の部分を後ろに流したいとき、このアイロンの角度で全然変わってくると思うんですが、皆さんこんにちは。横浜のボブ美容師上村です。今回はハーフアップに似合う前髪と顔周り遅れ毛の巻き方をご紹介していきたいと思います。私の前髪はこれだけしかなくて、ほとんどセンター分けという状態です。だいたい目尻から頬骨、こめかみ付近って形で2段階に遅れ毛を作っている状態なんですが、どうしてもハーフアップをすると横がキュンとタイトに仕上がるので、私面長が気になるんですが、ハーフアップとの相性あんまり良くないんですね。もしこの動画をご覧いただいている方の中でも、面長が気になるけどハーフアップをしたい方は、横のこの毛束を広く出してあげたりして、横のシルエットを大きく見せてあげると面長のカバーができますし、私のように遅れ毛の幅をちょっと広めに作っておくと、この後ご紹介する巻き方で面長に見えにくい仕上がりにもなりますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。では早速なんですが、私はこの真ん中のちょろっとした前髪だけ、ここだけはあくまでセンター分けにはしたくないという謎の思いがありまして、ちょこんとだけ残しているので、普通に丸くこんな感じでちょっと巻いておきます。皆さんも苦戦すると思うんですが、この横の部分を後ろに流したいとき、このアイロンの角度で全然変わってくると思うんですが、なんか横にするとボワンと膨らんでしまったりだとか、斜めにするとキュンと毛先が真上に向かってしまうような強いカールになってしまったり、私はこう縦に入れて後ろにこうスッと抜くだけでいいかなと思ってます。それだけで自然な、本当にちょっと毛先にカールがつけばいいかなっていうところなので、大体この横の部分ですね、センター分けの方はこんな感じで出てくると思いますので、ここの部分をつまんで、この部分きれいにこう溶かしてくださいね。で挟んで後ろにギューと流す。で温かいうちにちょっとこう櫛を使ってどういう風に流したいのかっていうのをこうやってこう見せてあげると綺麗に仕上がります。やはり頬に毛が覆いかぶさっていると影ができてしまうので、お顔の印象が暗く見えがちです。後ろに流すことによって頬が出てくるので、お顔に光が入って明るい印象になりますので、この顔周りは後ろに流すのがおすすめです。では反対側もやっていきましょう。分け取ってこの部分ですね、綺麗に溶かしてあげて、アイロンは縦挟んで後ろに持ってくる感じで入れます。で温まってるうちに櫛を使って流してあげる。もうこれだけで1回で綺麗に流れてくれますね。ここからがポイントです。丸く見えやすいお顔の輪郭気になる方はこれで十分なんですけれども、どうしても面長が気になる方は横にシルエットを広げた方が可愛くなりますので、この長い遅れ毛を今度は S 字にちょっと大きい S の上の部分、毛先は小さく S の部分って形でちょっと作り込むんですね。いきますよ。大きい半円、毛先だけちょっと小さく外跳ね、でここを少し広げてあげる。どうでしょうか。ちょっとこうこっちよりも膨らんでくれるので、面長のカバーができているんじゃないかなと思います。反対側もやっていきましょう。こちらも長い部分だけ、巻かないところは一緒に持ってしまうと失敗をする恐れがありますので、今から巻きたい部分だけを毛束手に取ります。で大きく半円を膨らませて、毛先は小さく外跳ね、で温まってるうちにこう広げてあげると、どうでしょう、ちょっとここが膨らんでなんか気になりづらくなりませんか。ハーフアップは普段の日でもカジュアルに仕上げることができますし、ちょっとパーティーアップ、少しお呼ばれするような時でも使えるかと思います。ただ結んでしまうと写真を撮った時に後ろってなかなかどんな風に仕上がってるのかが分かりづらいので、顔周りの印象でガラリと変わります。ストレートアイロンでちょっとカール後ろに流したり、 S 字で遅れ毛を巻いてあげるだけでも華やかになりますので、ぜひ皆さんこの巻き方試してみてください。最後にハーフアップのポイントとしては、このもみ上げのところは一緒に結ばない
ていうことですね。このもみあげのところちょろんと見えますか？この部分私一緒にまとめていないんですが、これは自力で耳にかけて仕上げています。なぜかというと、マスクをしたり花粉症だったりちょっと風邪気味だったり、まあいろいろマスクする理由ってあると思うんですが、お食事の際や何か飲み物飲みたいなという時マスク外します。その時にこうピュッて引っ掛けてしまうと、せっかく綺麗にハーフアップしてるのは崩れてしまいますよね。なのでここは絶対にもう自分で耳にかけるっていうところにしておいて、でこうやってマスクかけておくとそんなに気にならないと思います。また普段メガネをかける方も同じです。どうしてもこの柄のところが耳にかかってしまって、外したりだとか取ったりつけたりってすると、ここがもしゃもしゃもしゃっと崩れてきやすいポイントになりますので、最初からもこうかけておくような感じにしておくと直しやすいんですね。崩れてもそんなに気にならないというか、崩れないような状態になりますので、ぜひメガネをかけている方、サングラスをかける方、マスクをつける方、ハーフアップの時はここだけ一緒にまとめないように外しておくといいかと思います。今回はハーフアップに似合う顔周りの遅れ毛をご紹介していきました。いかがだったでしょうか？ちょっとねアイロン使う時はなかなか慣れないと難しいこともあると思うんですが、顔周り低温でまず練習をしていただいて、可愛い仕上がりにしていただけると嬉しいです。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いいたします。さようなら。